はい、今回の動画は Windows10 で英語以外の外国語を入力する方法を解説をいたします。 で、まあ、通常、ですねこの Windows 10の標準の状態ではですね、まあ、もちろん日本語が入力できて、まあ、あと英語はね、えーまあ、通常入力できると思います。で、まあ、それ以外のまあ言語、外国語ですね、まあ、例えばじゃあフランス語を入力したいとか、まあ、中国語を入力したいとかっていうときにです、ねえー、標準の状態だと、えー、基本的には日本語と英語しか入力できませんので、まあ、ただですねこの設定を変えることによってですね他のねね外国語言語を入力することができますんで、まあ、今回はその設定方法をね解説をします。じゃあそれではまずねこの左下のスタートボタンのところですね、こちらをクリックしてもらって、でこの 設定のボタンですねこの歯車みたいなマークのところ、こちらをクリックします。はい。そうすると、この設定の画面が開きますんで、この中のこの時刻と言語というところですね、こちらをクリックします。はい。で、さらに、この左側のところのこの地域と言語というところですね、こちらをクリックします。はい。そうすると、この言語というところにですね、この言語を追加するというところの、ね、ボタンがありますんで、こちらをクリックしてください。 はい、えー、そうすると、この言語を追加する画面が出てきますので、本当にいろんな国の言語があの出てきます。まあ、中国語とかね、まあ、中国語はこういう簡単な時代とちょっと難しい時代とかあると思うんですけども、い、ま、ろ、あ、んな国の言語が本当にありますんで、えーまあ、ここから、このね、えー、入力で使いたい言語ですね、まあ、例えばじゃあフランス語、ちょっと選んでみましょうかね、フランス語を選びたい場合はこちらをクリックして、あとフランス語もまあこういろいろあります。まあ、ちょっと私はこの辺は詳しいことはわからないですけども、まあ、例えばじゃあフランス語のフランスというところをクリックをします。 はいえそうするとですね、この言語というところに、先ほど日本語しかなかったのが、このフランス語が追加されましたということですね。実際にこのね文字を入力をしたいときはですね、このタスクバーの右下の方にある、通常このマイクロソフト IME を使っている人が多いかもしれないですけれども、この IME のマークのところですね、こちらをクリックをしてもらって、そうするとここにフランス語というのが追加されますんで、こちらを選ぶと、この下のところがね、この FRA に変わりますんで、この状態だとこのフランス語が文字が入力できる状態になるということですね。 まあこういった形でですね、えー、先ほどね、画面をお見せしましたけれども、まあ、日本語、英語以外にも本当にたくさんのね国の言語を入力することができますんで、まあ、他の国の言語ですね、まあ、日本語、英語以外の言語を入力をしたいときはですね、あの設定の画面から切り替えてもらえるといいかなというふうに思います。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画の方最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。